横スクロールの格闘アクション、ラッシングビート、ラン、複製都市。ダメージを受けると一定時間無敵の怒りモードになって攻撃力がアップ。この辺は他の格闘ゲームとの差別化を図ってるみたいだね。しかしどっから見てもファイナルなんとか、さすが副題が複製都市ということだけあるな。あ、そんなこと言うから怒りモードになってる。